ザクロ族は、太もも族、ミソハギカの一族である。ザクロ族は、ミソハギカのラフォエンシア族、ラフエンジアミズガンピ族、ペミフィス、カプロニア族、カプロニアガルピニア族、ガルピニアに近縁である。これらとザクロ族を合わせた骨族で単系統を形成する。その系統はさらに、タバコ相続カップヒア、ファイアフレームブッシュ族ウッドファーディアからなる系統と、姉妹群である。 会に、卵型の果実をつける産族、ザクロ族、ハマザクロ族、ソンネラチアズワバンガ族ズワバンガを、ミソハギカと区別しそれぞれ一重型化とした。すなわち、ザクロ族は単型のザクロカピューニシカとした。しかしジョンソンブリックスなどにより、それらが系統的にミソハギカに含まれることが明らかになった。過渡的な説として、ダルグレンソームは、 それらを、ミソハギカに含めたものの、赤レベルで、人絵型とした。すなわち、ザクロ族は、ミソハギカザクロアカ、ピューニコイリとなった。しかし、先に述べた通りザクロ族は、ミソハギカ内の数族と禁煙であり、赤の地位も否定される。有髄は多い。果実は、卵形の消化で、種子は、肉質種皮を持つ。そことらザクロ2種が属す。ありがとうございます。